ヨーロッパだけカンバに発生した、天狗草病。植物病原菌のタフリナの一種タフリーナベティリーナによる。天狗草病とは、植物病害の一種で、植物の茎、枝が異常に密生する、危険症状を示すものの総称である。高い木の上に巣のような形ができるためこの名がある。英語では、ウィッチズブルームもしくはウィッチーズブルームという、 直接の原因としては、植物ホルモンの異常が考えられる。通常は、腸芽から出るオオキシンがその下の液芽の成長を抑えている。しかし、オオキシンに寄光するサイトカイニンの量が多くなると、多くの芽が一度に成長することとなり、天狗層症状が現れる。これを起こす原因は様々で、菌類、昆虫、線虫、ファイトプラズマ、ウイルスなどがある。 特に死の菌筋類フリり中に属する桜の天狗草病菌がよく知られる。日本では他にバッカク菌下の市場菌、竹の天狗草病菌も竹のこの生産に支障をきたすために問題化している。一度発病した幹部を元へ戻す有効な薬剤はなく春先にきな粉が発生する前に天狗草病の幹部を切除、焼却することを優先する。切除後は 周囲に病巣が拡大しないように、ボルドー液や大潜水和剤などの殺菌剤を散布する。予防方法として、空気の流通不良の臨分に発生することから、枝打ちや本数調整を行う。ありがとうございます。